官の女優は、一中節の三味線方の名跡。代々菅の灰へ元。文政6年12月12日、江戸吉原の茶屋三代目、桐谷五平の子。加藤節の三味線方で、山彦文次郎、1805年に三代目山彦、新次郎を襲名。関成時代に入り、一中節に展示官の女優を名乗り五代目と一中の三味線方になった。 古典の復活や、羽衣ろも、くるわのことぶき、吉原八景など40曲以上の作曲をした。他にも古藤、山田県行、浄瑠璃を4代目竹本染太夫に教わった。一中節の中高の祖、実施が2代目女優を継いだ。天保12年1月10日江戸の生まれ、初代女優の実施。最初は、加藤節の三味線方で、山彦文次郎。 あとに一中節に転じて二代目女優を襲名した。茶、俳句、書画などもたしなむ風流人であった。1839年には六代目と一中で紛糾をし菅の派を企てる。江戸の生まれ二代目女優の老い。通称を育三郎。大正八年九月二十三日本名は菅野藤二郎。 江戸吉原の茶屋六代目桐谷五平の子。初代女優の門邸の菅野女国の門邸で三代目、女優没の1851年に四代目女優を襲名した。江戸紫、品川八景などを残す。3月26日昭和36年8月20日。本名は菅野俊造。四代目女優の老いで養子。 1920年に5代目女優を襲名し、家元になる。銀林桜川などを残す。ありがとうございます。